You. Be. Be. Hello, YouTube. はい。今日皆さんにご紹介するのは、本日6月1日、ついに、ネズミ男ガウン選択したよ、です。6月1日、ようやくよ。うん。もっぱら、寒い。12月、1、2、3、4。5ヶ月ぐらい。ずっと寒い、この部屋の部屋着が、部屋着兼寝巻きのネズミ男ガウンが。で、去年とかも、ワンシーズンずっと着倒して、一回ぐらい途中で洗濯しなきゃいけないかなって思ったりもしてたんだけど、今シーズンも結局一回も洗わず、冬丸々着倒しちゃった。で、もうさすがに次の12月ぐらい、11月ぐらいまで着ないから洗濯しました。別にね、まあ洗濯前にクンクン嗅ぐべきだったな。赤とか汗の臭さはなかった。うん。だから洗わなかったわけだし。だって寝るときに着るだけだよ。まあ、うん、寝る、まあ、部屋にいるとき。冬よ。汗かかないよ。暖房バカみたいにつけないんだから。っていうのと、寝てる間にコップ一杯分の汗をかくとか、ね、洗剤の会社とかがよく言ってるけど、まあ本当かもしれないけど、本当に汗臭くなかった。うん。これなんで2本何をあげてるか忘れちゃったけど。だから別に汗臭くなかったし、赤の匂いもしない。お風呂上がりに着るような、部屋帰ってきたら着てたか。まあいいや、うん。冬、主に冬だから。汗かいてきたら赤とか汗、いっぺんにベターってくっついちゃうけど、冬場に、ね、部屋戻ってきてちょっと羽織る。お風呂上がりに羽織って寝る。で、別に赤の匂いもしない。体臭も、まあ自分だから気にならないのか、匂わないのか、本当に匂わないのか、わかんないけど、別に臭くない。なんでもいいけど、汗臭くない、赤臭くない。で、よく、ゆくちゃとかで、くんくん嗅いで、なんかこの辺がよだれ臭いっつって、本当によだれ臭い時期はあるんだけど、3日4日経つと、まあまあ、僕の鼻が慣れるのか、よだれの成分が飛ぶのか、ファブってもいないのに、消えるっちゃ消えるんだよ。だから本当に洗ってない。ワンシーズン、半年か。でも、ようやく洗いました。洗ったら洗ったでね、気分はいいんだけど、また冬まで、まあ当然だけど洗わず、違うな。また来年の6月1日まで洗わないのかな。別にね、この6月1日に洗ったっていうのは全部たまたまね。本当なら、もう絶対、気候が暖かくなって、うん。絶対もうこれは着ないなと思って、天気が1日晴れの日を狙ってすぐ洗おうと思ってたんだけど、だから5月中もずっと狙ってたんだけど、意外に5月ちょっと寒い日もあったり、暖房は入れないけど、ちょっとこれ羽織ったろうかなぐらい。でも羽織んなかったけどね。まあいいや。うん。というのと、変に、なんかもう早めの梅雨入りしたのか、ずーっと曇りとか、一日中カンカン照りに晴れる日があんまなくて、もしくはあったのに洗うのを忘れちゃってて。なんだかんだで、ちょっと区切りのいい今日、6月1日。洗いましたよ。嬉しい。あなたたちにとってはどうでもいい。ご報告そういうこと。枕カバーとかね、もう
二日三日に一回洗うんだけどね。洗濯のたびにか。どうでもいいか。バスタオルは毎回洗う。一回終わり。布団のシーツ。全然洗ってないな。ただの敷シーツみたいな。まあ、おいおい洗いますよ。別に癖くねえもん。うん。そういうこと。ネズミ男登録してね。